こんにちは、ブルーホースです。本日もデトロイトやってまいりましょう。もうね、このパートを始める前に、ね、大格闘の格闘の格闘の格闘があってね、全然ね、もうコントローラーが言うことを聞かなくてね、A を押せばキャンセルになり、B を押せば実行になり、そして今からね、車をね、出ようとするんですけどね、これが全然反応しないっていうのでね、もうなんか始めるまでで20分、30分くらい格闘した結果、今ようやくね、普通にプレイができているという状況です。大変だった。本当にもう大変だった。よかった。今普通にプレイできるね。おいおい。悪魔にね。このままマジで早いんだ。かけるか。怪しいな。それで前回給料1週間むせられたのを覚えてるか。おい、今回違うって。俺 100% 保証してやるよ。間違いねえ。スキャン。こいつ。こいつだね。ジュイーピン。ペドロ・アブダール。ほら、違法賭博と詐欺だもんね。もう間違いないよね。で、ハンクをスキャンするの。ハンクはしてるでしょ。もう犯罪歴ない。犯罪歴あったらもうあれだもんね。できないもん。で、この人はゲイリー・ケイズ。逮捕抵抗。ちょっとこの人のところでサンドイッチ買うのを考え直した方がいいんじゃないですか、ハンク。All right, I'm in. わかった。よし、来た。みんな、後悔させねって。こういうやつほど後悔させたがると。後悔させたがるじゃん。もはや後悔させるよ。What is your problem? 何なんだ。What you ever do is your toilet? 人の言うこと聞きやし、車に乗って言われてないもん。Like a poodle. 命令しなかったあなたが悪い。事実の検証。この時間を使って変異体の情報を整理しませんか。今は昼休みだから何をしないで。他にスキャンするものがある。あれは実は盗難車です。とか。特にないよね。これがまさか。XL サイズのそうだ。710キロカロリー。かー。えぐ。で、こっちは1680。炭水化物。いやーえぐいな、これ食べるだけでも1日のカロリーの摂取終わりだよ。ああ、心配する、俺にべったりだ。いやーこれだけでも1日の摂取カロリー終わりじゃん。えぐ、なんかもうあれだね。コレステロール。その食事のカロリーは1日の水準1.4倍です。それにコレステロールも2倍です。おすすめできません。どうせいつか死ぬんだ。これは評価上がるんで。じゃあ食習慣。よくここで食事を。まあ僕もね、一応筋トレしてるからね。ほとんど毎日。このハンバーガーはデトロイト1だ。じゃあちょっと。私自身、自分のことを聞きたい。あるわけ。ある。なんでお前はそう、これは一瞬目と同じかもしれないね。しまった。選択肢間違えない。まあでもね、まあ、忖度なし、自分がやりたい。選択肢間違えないからね。Well, they fucked up. じゃあ失敗だね。めっちゃバカにしやがって。じゃあ変態。Maybe I should tell you what we know about this. 変態の情報を共有しておきましょう。You read my mind. それは助かるね。Proceed. どうぞ。We believe that a mutation occurs in the software of some androids, which can lead to them emulating a human emotion. In English, please. They don't really feel emotions. They just get overwhelmed by irrational instructions, which can lead to unpredictable behavior. Emotions always screw everything. The androids aren't as different from us as we thought.個人的なことを聞いてもいいですか？なぜそんなにアンドロイドを嫌うんです？
have my reasons. いろいろ分けありでね。You ever dealt with deviants before? 前も変異体の操作を。そうやな。1体目のコーナーですからね、まだね。なんとか死なないですね、ですから。I managed to save her. 少女は私が救った。So I guess you've done all your homework, right? どうせお前のことだから、俺のこと調べ上げてるだろうからね。真実を突き止めた。あなたは学校を首席で卒業し、事件で名を挙げ、デトロイトで最年少の警部補に昇進しました。ですが、あなたはここ数年の間に幾度も懲戒処分を受け、バーに入り浸るようになった。So what's your conclusion? だからなんだってんだ。冷酷に。私がここにいるのは捜査のためです。Not here to make judgments. 批判するためじゃない。I just got a report of the suspect. 今新しい事件の報告が入りました。It's a few blocks away. このすぐ先です。You should go have a look. 見に行きませんか。I'll let you finish your meal. それではごゆっくり。I'll be in the car. 私は車で待っています。傘は刺さない主義です。このパイナップル、イカス味だぜ。Hey, Connor. おい、コーナー。You run out of batteries or what? バッテリーでも切れたか？ I'm sorry. すいません。サイバーライフに報告していました。そんなことよりも刺さる声。お前、ずっとエレベーターにいるつもりか？ I'm coming. いえ、行きます。容疑者を尋問する。What do we know about this guy? Not much. Just that a neighbor reported that he heard strange noises coming from this floor. Nobody's supposed to be living here, but neighbor said he saw a man hiding an LED in his car. We have to investigate every time somebody hears a strange noise. We're gonna need more cops.いちいち物音がしたってだけで読み切れなかった。残念。どうぞお好きにってか。もしもーし。Anybody home? 誰かいませんか。Open up, Detroit Police! 開けろ。Stay behind me. 下がってろ。すごいキック力、多分アンドロイドも一撃だろうね、あんな蹴り一発かまされたら。じゃあ私も侵入します。まずこの部屋は特に、あった、なんかある。あれ、これ読んだっけ。レッドアイスの蔓延、あ、これあれだね、なんだったっけ、麻薬的なやつなのかな、うん、レッドアイス合成覚醒剤、覚醒剤か、はいはいはい、うん、これ読んでなかった気がする。まあ、また、止めて読みたい方はですね、ぜひ読んでいただけたらと思います。青い力、青い、赤い氷と緑の鐘。緑のリハウス、地球の限界。おお。花鉢が絶滅だって。サンゴ礁 58% 減少ですね。うん、で、2000年から38年間で 79% も熱帯雨林がなくなっているというふうに書いてますね。そう、ってことはもうあれじゃん、人類夢の 42.195km をどんどん時間で行くのはちょっと不可能です。何なんだこれ。あとです。すごい座ってるね。なんかあるね。これは分析する UFD UFD Universal Focus Japan ドバイから。あ、ちょっと全然読んでなかった、ごめんなさい。都心部 A か、都市農園のポスターですね。あと、それからもう一つが、これ穴じゃないのか。あった、なんだ。あ、なんかめくれてるね。ポスターの角、100% リサイクルペーパー、最近剥がされた後。これを、looks like we came for nothing. めくった後、Our man's gone. もぬけの殻だ。手に取る。なんか本があるね。ここには日記が。かゆい馬。なにこれ。特にか、まさかこれがデトロイト版デスノート。あ、なんか何かあったか。多分ノートですが、ただ判読できない。But it's indecipherable.
シャー。うわー、汚すぎて全然あれだね。冷蔵庫の中身は何が出るかな、何が出るかな。食事をとっていない。まあ、あ、だからアンドロイドって食事どうしてんだろう。普通に食べるのかな。普通に食べるから、あの、なんだっけ、あそこでもいたのかな。あの、アリスちゃんもトットの家とかで食べてたのかな。パスタね、普通に食べようとしてたよね。フェイク ID、ルパート・グリント。ルパート・グリントは、ね、みんなご存知、ロン・ウィーズリーだからね。で、ここは開ける。オープン・ザ・ウィンドウ。うわお、まあ、逃げられない鳩たちがいっぱいいたのね。暗くてよく見えない。だから閉めておこう。特に何もなかった。あとは、まだいっぱいあるね、調べるところ。よし、いろいろ見ていこう。なんか、一周目の時は全然なんかうまくこと調べられなかったみたいな。よ、どいて、バイバイ。これは、野生の動物に興味を持っていた。うん。イヤーゴがいっぱいいるね。赤いイヤーゴに緑のイヤーゴ。そして飼い主を、ジョフォー。何これ。あ、もう、あと勘弁してくれ。ミリタリージャケット。え、何？RT。RT。Probably initial. イニシャルでしょう。ルパート。違う。RA9 か。はい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 。RA9、RA9 がいっぱいあるよね。Any idea what it means? どういう意味だ ?RA9。2471回も書かれています。It's the same sign or オーディスのアンドロイドがよく書いたものと同じだ。Why are they obsessed with this sign? なんでこんなに取り憑かれたように。Looks like こりゃまるで迷路みたいだな。取り憑かれたように壁に書かれ何度も書かれた文字。メッケ、椅子。分析してみましょう。ジーン。はい。最近倒された鳥類の糞の痕跡。糞が倒された痕跡。なわけはねえわな。それから。分析。あれ、椅子を分析するんじゃないの？分析。あれ？これ以外に？ちょっと待って。これ、剥がれた壁、ちょっと待って、本当に分析ができない。これ、あったあったあった。で、これは？蓋の開いたマーカーペン、まだ閉めている。ああ、これで、あの、RA9を集まってた。戻っていきます。誰かが何かを書いている。ワイン。これが、容疑者最近までここにいた。先の乾いたペンってことだね。ところが、我々が来たのに焦って、容疑者リビングに逃げていった。なるほど。っていうことだね。じゃあ、その後を辿っていきましょう。だから、一発目のコンコンコンの時点で、なんか、察知したね。俺以外にこんなの持ってるやつがいたとか。サンプルを言う。電子書籍ってやつは、紙の匂いを嗅ぐね。ブルーブラッド、WB200 型、失踪2036年。それ、字も色褪せないだろ。お前には理解できないだろうな。2011時36分に、シンクに LED が。やっぱりそりゃそうだろう。あとと暮らせるなんて人間じゃない。なんかあの、鳩おばさんだったっけ、なんかすごいこう、近所の公園に餌巻きまくって、で、あの、鳩を呼び寄せまくったっていう話があったけど、なんかそれって、なんか結構鳩アレルギー、あれ、糞の中にある成分がなんかアレルギー症状を引き起こすみたいな、そういう事件があったこともあるみたいですね。で、それで、なんかまあ結局捕まったみたいな。捕まったんだったかな、なんか潜伏されたんだったかな、よくわかんないけど。とりあえずこれは、戻していくと、あ、なるほど、吊るされてたわけですね。吊るされてたのを急いで脱出して逃げようとして、容疑者玄関の方に逃げようとしたけど、残念ながら、この後、ハンカー来たから、容疑者は我々の侵入に気づいた。よう、こんな分析できますわな。で、うちゅうちゅうちゅう。上に逃げていったと。容疑者はまだここにいる。サスケのクリフクライムが出てきた。あとどこに餌を与えてされてるか。まだなんか調べてる。そろそろアクションシーンに行
人行きたいと思うんだけど、大丈夫？じゃあ行くよ。おい、行け！ジャック、本当にムカつくはずだぜ。何ボケてる？やつ追え！いや、あの本当にムカついてる場合じゃなくて、ちょっと追いかけない。早っ。と。よし、急げ。最短の距離で行け。追いかける方が楽だ。スキャン。早いがリスクがかかる。楽だが時間がかかる。楽だけど時間がかかる。A。よいしょ。スキャン。バランスの取れた経路、早いがリスクが高い。安全な迂回路。A。と。なんか若干画面がくっついてる。スキャン。こっち安全な回路、ダイレクトだが混み上がる。あ、ダイレクト。ジャンプス。あ、ここではスキャンが出てこない。ジャンプス。パルクールができる。ほら、かっこいい。トウ。すごいよね。どこ行った？あ、まだ追いかけてるね。本当にこのスピード感がすごい。違う。はいはい、急げ。間違えた、俺が悪い。うわ、上を走ってってるね。スキャン。ダイレクトだが時間がかかる。もう、落ちる。A、ジャンプス。はしご使ってる方が時間がかかる。あ、でも意外と時間かかってくる。これあれだね、なんかマトリックスのエージェントとネオが追いかけてるし、みたいな感じだ。で、ここで、冗談きついぜ。ハンク登場。ハンクも意外と早いね。あ、もうちょっと時間がかかるというか、もうなんか運動ができるような体力なさそうな、なんかもう、ね、だって、お昼休憩でも2030キロカロリーもさ、摂取するような人だもんね。多分、脂肪だるだるやと思うけどな。うまいこと言ってくる。スキャン。安全な時間かける。上から登ってった方が実は早かったりするからね。急げ。そう。いや、ここじゃない。スキャン。あそこ。さあ、もう目の前や。いる。どこ行った？おい、動くな。あれ、ハンクか。おー！ハンク。脂肪タルタル。でも、君を。犯人が捕まれば今までの全ての失態がチャラになる。さあ、追い詰めたぞ。頼む。俺は何もしてないんだ。あなたって捕まったら何をされるか知ってるだろう。モデル870400461。君のソフトウェアにレベル4のエラーを含む深刻な不具合が見つかった。君は欠陥品としてサイバーライフで機能停止処分となるだろう。今日のこと、いいか、動くなよ。やろう。任務を失敗するくらいなら俺が死んだ方がマシ。決断を迫られて、あの時は俺は何だ。0 or 1 in your fucking program? お前にとって人間はその程度か。Jesus. I understand you're upset. お怒りは承知してます。私が決裁するし、うるせえ。口利きやがって。Come here. ほら来い。Are you doing this? Alright. You're one of us. Shut up. 黙ってろ。You're helping humans. 協力してるつもりでも。But you're just their slave. どれに変わりない。黙れと言っただろ。よし、ほら、行くぞ。Hey, what the fuck? おい、待って、この野郎。Holy shit. そうだろう。任務の失敗云々っていう前に、ハンクがあの場で捕まえることができてたとしたら、あなたが命の危険にさらされることはなかった。だから、あそこで
死にましたってなったとしても、そりゃあの場でね、ちゃんと捕まえなかったあなたがっていう話になるだけだからね。ルパートを逃がしちゃうっていう線ルートもあったりするのかな。うん、日記を見つけ、あとなんかもう一個あったんだね。しまった、やっちゃってね。あ、レッドアイス蔓延を読むは以前もやってたのか。あ、ちゃんと読んでたんだね。覚えてなかっただけだった。はい。ハンクの友人について警告する。友人って誰だこれ。ハンクについていく、ついていかないでずっと車で待機しているっていうオチもあるって感じかな。はい。まあ、どんどんね、ハンクとの仲が悪くなっていっているっていうところなんだけど、まあそれよりもね、やっぱり人類の平和とアンドロイドとの協調っていうと、あ、調、え、協和、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。